こんな中小隊の所在隊長の黒田武宏です。ここ茨城県ですけども、東京都議会議員選挙の発表まであと1時間を切りましたね。まあ開票速報をテレビが全部開票しなくてもやってしまうというですね、本当数学とか科学技術っていうのはですね、もう結果が全部出る前に分かっちゃうんで言うんですからね。統計というのか確率というのか、確率じゃないですよね、統計というのか、まあとにかくね、どうなるんでしょうかね、というですね、心にもないことを言いながらですね、7月4日、もう夜になってしまいましたけれども、2021年令和3年ですね、困難救助隊っていうのは結婚したくてもできずに死んでしまう人がいるにもかかわらず、不倫したりですね、そんな人間もいるっていうこの差別ですね、そんなのをもっと言えよっていう、なんでこうそれこそね、あの結婚してあのできたのに別れてしまうってね、生き別れてしまうシングルマザーとか、あと LGBT ですか、そういう人たちはこうマイノリティって言ってね、少数だっていうのにあの応援してくれるマスメディアがですね、どうしてこの結婚したいのにできない異性愛者を応援してくれないんだという、まあ応援はしてくれるんでしょうけども少ないから分かんないですね。むしろあのシングルマザーになってしまった人とか、まあ死んじゃったらしょうがないですけど、そういう人たちが飯食えなくて、まあね、餓死しちゃってもしょうがないですけど、ただあれですよね、人は食わなくても生きていけるとかいう本を出たこともありますんで、どういう仕組みになってるのか、まあ修行が必要なんでしょうね。ちょっとあんま修行とか言うとですね、タイじゃなくてですね、まあ、こんな救助隊っていうのもね、まあ私は徒党は組まないっていうか、誰もあの逃げていく方だとは思うんですが、タイっていう字はね、まあ軍隊もそうですけども、ね、タイっていうとあの、ね、ウルトラ警備隊もそうですけど、科学忍者隊ガチャモンもそうですけど、タイっていうとね、なんとなく元気が出るような気がしてですね、まあ困難救助でもいいんですけども、まあ困難救助したいでもいいんですけどね、まあ今回ちょっと今日昼見たのが、やっぱり渡瀬恒彦さんのシリーズですね、あの十津川警部のですね、なんだ、何作目なのかちょっともういっぱいやってるんでわけが分かんなくなっちゃったんですけど、まあ、伊藤四郎さんのコンビでね、今回伊藤四郎さんあんまりね、デスクワークであんまりこう出ませんけども、こうね、十津川警部の方はね、まあ、あっち行ったりこっち行ったりで、この特急あずさ殺人事件ですね、特急あずさって言ってもですね、あずさ2号じゃないんですね、8時ちょうどのあずさ2号でって8時にですね、東京都議会議員の、発表がね、 NHK あたりでもうすぐに当確だとか出ちゃうんでしょうけどね、まあ東京都議会あたりだとね、面白い人も中にはね、出たんでしょうか、なんだかわけのわからないあの、なんかね、東京を一大ディズニーランドにしようとかね、まあ、もうとっくに東京ディズニーランドってあるんですけどね、千葉県にね、まあいいんですけど、まあ、そういった心にもないことを言うこともないんですが、とにかくね、ヒロインが星野真里さんだったんですけどね、星野真里さんって言ったらね、まあ、金八先生のね、長女役ですかとかね、ありましたけどもね、で男組の高橋ですね、男組の高橋がね、まあ共演っていうのかなんていうのか、あのすごいですね、16歳くらいの星野真里はですね、当時のですね、3年間拉致してしまうっていうところがね、法律、今の法律は分かんないですけど、厳罰化されたかどうかは分かんないですけど、まあ厳罰化しちゃったのは福井県とかですけどね、まあ、鹿児島県とかね、再稼働しちゃってね、何考えてるんですかね、そういえばあのね、
今日 2,3 日前の新聞ちょっとまとめて目を通したんですけど、とうとうね、あの日立 の、 あの、まあ、経団連の会長までやったあの中西博明って人ですか、まあ、死にましたけどね。原発をね、復活させなきゃダメだとか言ってた人ですから、この人がね、中西博明氏が亡くなったことによってね、また原発の威力が、収まってね、再生可能エネルギーになればいいんですけども、まあ茨城新聞もね、大体この今の経団連会長を継いだ人間がね、まあ、科学系の人ですか今度は、その人がなんか侍みたいなね、まっすぐな人間だったら、まっすぐ原発作るんじゃねえよこの野郎って、こう侍だったらぶった切ね、今仇討ちはダメですから、そんなテレビドラマでした今回。仇討ちがダメなんで、でこう 3年間拉致して、そういう仲間のグループね、男組のね、高橋のね、こう、何なんでしょうかよく分かんないですけど、まあこのよく分かんないっていうのが口癖でね、ちっちゃな頃からね、ちっちゃな頃からでも私は悪ガキではなかったんです。まあ、陰で悪いことやってるかどうかっていうのは、まあ、人間だものですから言いません、言わないからこそダメになっちゃうんですね人間ね。もう先生堂々としてる方もひどいですけどね、まあ、この新型コロナパンデミックでね、まあ、中国発祥か、ね、なんかラーメンみたいですけど、まあ、わかんないですけど、まあね、新型コロナアメリカが一番、ね、死んじゃってるのに、まあ、そんでも、まあ、ダイリングフィーバーでね、大谷翔平とかね、日本にはもうあらゆる人が、このウガンダに続いて今度またね、セネガルですかの人がまた来た人が陽性になってしまったってね、陽性っつったって天使じゃないんですからね、まあ大使はね、外国のね、住んでる、もともとね日本にこう駐在してる人を言うんでしょうか、まあ、マグマ大使っていうのもありますけどね、あれはね何だったんでしょうか、実際見らんなかったです私、物心ついてないっていうか生まれてたのかどうかも分かりません。そんでまあなんとですね、こう裁判官判事とかですね、弁護士とか、なんでこんな法律で、まあ、法治国家ですからね、日本は法治国家で、あの悪者を放置してしまうというすごい国家ですから、その法治国家で、3年このね痛い気のないのかあるのかわかんないですけど、星野真里のね、16歳当時の星野真里をね3年間拉致してしまったというね、拉致して何してたのかわかんないですけど、まあ飯は食わしてやってたんでしょうね、そんなこと言うとね、すごい私が、怒られちゃうんですけど、でじゃあね、どうしてたんだ、排泄の世話はどうしてたんだとかね、いろいろ3年も拉致しちゃって、どうしてくれてたんだってね、わけが分かんないんですけど、でもその恐怖によって洗脳させちゃうんですね、恐怖によって、こう相手をこうなびかせてしまう、なんかね、そういうのがあるんですね。やっぱ銀行強盗なんかでもこう、なんかね、心理学的に、なんか犯罪心理学的になんか名前があるそうですよね。ちょっと名前調べろよって言われちゃうようでしょうけど、なんでお前に言われんだよっていう、お前が調べろよっていうような人も誰もいないとは思いますが、まあ、その、なんかこう、ね、凶悪犯とか、傷つけられた相手に癒着してしまうっていう、この反転したこうねじれてしまう、こうね、まさにあの原発再起動みたいなですね、再稼働か、ことが起きるわけですよ、あとパンデミック中の東京オリンピックとかね、ね、そんでまたオリンピックの人たちはね、まあ、スーパーヒーローとかねなっちゃっていくわけで、その、中でね、どんどんパンデミックに感染した人がまだまだ死んでいくというね、バタバタね、まさに大企業からこうホームレスまでのこの、日本国のこうね、どこが始めたのか、こう昔からそうなのか、こう序列ですね、いてててててて、まあ、高等国民ですか、なんかこの、
偉い人ほどね、あの力がある人ほど、まあ悪いことしてもね、大丈夫だみたいなね、大丈夫だとか言ったらね、志村けんにあいーんとか怒られちゃって、なんか福沢諭吉みたいだったんですね、あの志村けんさんの銅像ね、うん、志村けんさんね、うん、私はねちょっとバラエティーから離れてたんで、あの志村けんさんそんなにこうドリフターズ終わってからもね、加トちゃんケンちゃんまで私知ってたんですけど、その後も、まあ、動物園のコーナーをやってるっていうのは、普通ちょっとテレビ番組欄とかでですね、新聞ので見たりしてたんですけど、でもねそんなにもう本当にずっとね、まあ、バカ殿とかねやってましたからあれですけど、本当にね、うん、志村けんさんもね、うん、そんなのにこのあれですよ、もう怒っちゃやよじゃないですけど、オリンピックはもう、もうやってしまうということで、もう、そしたらこうなったらね、もうしょうがないですよ、やって、あの感染して、知り合いが死んだら裁判を起こして、国や東京都や、国際オリンピック協会ですか、バッハ会長のね、財産から金を奪い取ると、それしかないと思うんですね。だからあのやっぱりそういうね、あのなんだっけ、あの誰だっけな、3人兄弟の K さんがね、判事役で、こうただその3人のおじいさんたちがね、うん、3匹のおじいさんっていうのがあったんですよね、違うな、3匹のなんか、あのなんですか、あの柴犬の声やった人とね、うん、あの北大路欣也ですか、あとね、あと泉谷しげると「季節のない町に生まれ、オリンピックで感染が広まる」ですね、うん、でも私も本当複雑な気持ちを持っててね、あのよじ登りの女の人なんか隣の自治体なんで、まあね、コロナウイルスがね人の心をこがらがされちゃいましたね。ただこう、もうとっくに去年に終わっててね、ああとか言ってね、今頃もう何人もの人がねキャスターとかになってね、あとまあメダル見せてね、こう かじって見たりするんでしょうけど、あれあの どうなんですかね、このなんかこう 味じゃないですけど、こう母も痛いと思うんですね、あれね、あれ なんでしょうね、お菓子だと思ってるんですかね、あれビスケットのつもりやってるんですかね、まあ、分かんないんですよ、あのそういう人たちの心理が、うん、いや分かるような気もするんですけどね、だから複雑なんですよ、それが癒着でね、人間のね、人は一人では生きていけませんから、だから悪い人たちが集まると悪いことしてしまうんですね、グループで言ったらイナゴとかバッタと同じですね、この凶暴になっちゃってね、一匹だとこう一匹でも怖い人は怖いですけど、これがね10万匹とか100万匹になっちゃってバーッとこう来ちゃうとね、本当になんか七国の鳥って映画があったそうですけど、ね、未だに見てないですけど、なんかこの恐怖映画になっちゃうんですね、恐怖になっちゃうんですね、まあ、日本じゃ今のところあんまり、うちのマージャマね、イナゴとかバッタがこうパーとか行っちゃうのはないですけどね、見たことないですけどね、そう でっかいヒキガエルがちょっとね死んじゃってましたからね、 こんなでっかいのもね、ロバ君とかね、いましたね、ロバ君、あれ相川欣也がやってたんですかね、 そこにガマみたいの出てましたっけ、ロンパールームでしたっけ、なんだか、でそれで結局その3人のおじさんたち、あのこう、こうね、法治国家で法をすり抜けて、なんですか、こうでかい顔してるねやつらをこう、まあ、あだ討ちみたいなもんですね、あのその 3年も星野真里の16歳当時のね、星野真里をこう、拉致してしまったなんていう、 それに怒りを持って、で一人の偉いおじいさんがね、なんかもう富士の山にかかっちゃってたり、もう一人はもう妻子がね事故で亡くなっちゃったというね、なんか、逆パターンみたいなのもありますけどね、現実をね、それで3人のもう一人の人もなんだかもう人生、どうなってもいいやっていうことで、もうこうなんとこう、法律のねトップに行った人たちが、判事とかね、ああいう人たちがこう裁判官とか、ああいう人たちがこうお忍びでね、
視察仕事人になるわけですよ。やっぱテレビ朝日系になるわけですね、うん、やっぱりね、京本政樹とかね、うん、何でしたっけ、中村モンドじゃなくて何でしたっけ、あの藤田誠ですか、藤田誠とかね、うん、まあのそういうことで、ところが逆にそのね、この男組の高橋強くてね、その3人をね刺しちゃってね、うん、まあ仇討ちの仇討ちみたいなもんですね。悪対正義対悪対正義みたいな、よくわかんないですけど、そのごっちゃごちゃに複雑に絡み合ってて、で結局その戸塚警部がね、うん、こう拉致されてね、こう人生を狂わせちゃって、もうね、その神経精神の専門家に言われると、もうその人のがもう破壊されちゃって心がね、もう死んじゃうんじゃないかと言われたんですけど、戸塚警部が「君の好きなものは何だった？」って言ったら「そうだ、フルートだった」って思い出して、星野真里はなんとかこう立ち直るんですけどね、そういうドラマでしたけどね、うん、でも高橋はね、男組のね、もう3人やっちまいましたから、ケンジさんとかね、あの正義のためにこう仇討ちをね、仇討ちもできませんからね、法治国家っていうのはね、うん、だから、うん、まあね、どうなんすかね、まあドナルド・トランプさんもね、あのまま大統領だったら地球が滅んじゃってたしとかね、こう炭素よりも金だとか言ってたらね、あと山尾しおり氏もね、うん、自分で政界引退してくれましたけどね、何考えてるか分かんないですからね、あの人自身がサスペンスですからね。